もしもし、かほこです。はい、今日はですね、結構リクエストをいただいていたお部屋紹介を行っていこうと思います。イエーイ。そう、1年ぐらい前かな、手が疲れる。そう、1年ぐらい前にもお部屋紹介ね、1回やったんですけれども、1年もね経つとね、やっぱりお部屋ってね変わりますね。今回第2弾ということで、2019年バージョンをお届けしたいと思います。イエーイ。で、私のお部屋はこの今動画を撮ってるお部屋とは別に隣にあるんですけれども、結構汚くて、物をね、私並べるのが好きなんですよ。こういう感じですごくね、すぐ飾りたくなっちゃう性格なので、すごく物が多いんですけれども、私ゴミとかすごい大好きで、海外のお菓子のゴミとか可愛いじゃないですか。だから飾っちゃったりしてるんですけれども。はい、ということで早速ゴミ屋敷に行きたいと思います。イエーイ。では早速かほこランドに行ってきたいと思います。3、2、1、オープン。AB 型の一人っ子のお部屋はね、多分こんな感じだと思う。みんな6畳かな、そんなに広くないです。ということで一つ一つ紹介していきたいと思います。そう、今ねディズニーと同じくハロウィンシーズン、ハロウィン期間なの、私のお部屋も。だからハロウィンをね意識したお部屋になっております。テレサがいたりとか、あ、ちょっとここにゴミみたいのが発見されたんですけれども、そう、パーティーしましたっていう感じで風船を膨らませていただきました。肺活量全然ないからすごく大変だったんだけれども、右側から紹介していこうかな。1年前と全く変わってないんですけれども、入り口のすぐ右側に、プリンセスのパズル、1000ピースのパズルが置いてあります。あとメルカリで買いました。イエーイ。メルカリで買ったんですけれども、私は、バラバラにした状態じゃなくって、こういう感じで完成した状態で送っていただきました。シーライダーの被るやつ、ファンキャップをね飾ってる。リュックとかも、これも1年前と全く変わってないんですけれども、プリンセスのディズニーストアで買ったリュックとか、バービーのリュックとかあります。はい、でここには私の大好きなバッグがあります。アリエルのバッグとか、これは、バービーのパーティーの時に使うような、こういう街が全くないタイプですね。いろんなバッグがねあります。私これすごいお気に入りで、これもバービーのバッグなんですけども、ヒョウ柄だけどそんなどぎつくなくて、リボンもついてて可愛い、ちょっとパンツみたいなデザインですね。これはちょっとスエードじゃねえや、なんていうのかな、冬っぽい、秋冬っぽいデザインじゃねえや、素材です。はい、ということでここはバッグがねぎゅうぎゅう詰めになっていて、上に行くと、これはクレアーズで買ったカップケーキのバッグ、子供用のやつです。とか、これはサテン生地っていうのかな、ツルツルのミッキーのリュックです。ここはリュックですね、全部。これはサボテンの形のリュックなんです。かわいい。はい、わあ。そう、私ね、いろいろ飾りすぎてすぐなんか落ちてきたりしちゃう。ヘアバンド、ディズニーで買ったやつとか、全部ね、チョンコの毛がついてるの。ここにも、なんかついてた。サプライズ。これは去年の今頃かな？ハロウィンシーズンの時にストアで買ったやつです。これは100均の魔女のお帽子です。はい、こんな感じです。ここにもリュックがありました。これはなんかインスタのお仕事みたいなやつでいただいたガストン・ルーガのリュックです。このタイプのリュックってすごい学生っぽくて、スクールガールっぽくて可愛い。で、このバッグは前 YouTube でも紹介したんですけれども、ロデオクラウンズで買ったバッグです。アラジンっぽくて可愛いなって思います。このリュックは最近買ったんですけれども、アトランティカのリュックです。アリエルがね、住んでるところやね。可愛い。いっぱい入るからすごく使える。リュック好きやねん、うち。で、こっちには私のお気に入りな靴がね、たくさんあります。これはフォーエバーで買ったやつ。これは凌介っていつも言っちゃうの。これはハロウィンっぽいかなと思って、そこら辺にあったやつを飾りました。そう、久しぶりにね、ティンバーランド
飾ってみた。これは私が高校生の時に買ったやつなんだけど、高校生の時すごくティンバーランド流行ってて、みんなもうね、ティンバーもどきなやつとかもすごくいろんなところに売られてたんだけど、みんなとにかく履いてた。女の子も男の子も。ほこりかぶってるね。恥ずかしい。で、これはフォーエバー21で買った。よくわからない。ねえ。ちょんこの毛。これほんと1回とか2回しか履いてないのに。これはね、フォーエバーで買ったやつです。で、これすごくお気に入りで、最近よく履くんですけれども、なんかシースルーみたいな、すごい透け感のあるデザインで、靴下で遊べるなと思って、ソックスで遊べますよっていうデザインです。エナメルはね、私正直そんな好きじゃないんですけど、これもフォーエバーで買いました。これはアディダスの靴です。一見ね、普通のスニーカーかなって思うやん。思うやん。でも中がこういう感じでレゲエ色になってて、そこもこんな感じでレゲエ色になってる。おしゃれなものですね。これは、バンズ?コンバースか。ベロア素材っていうのかな?わかんない。スウェード素材?なんか、秋冬の素材です。で、これは H&M で買ったやつかな。柄がすごく可愛いなって思ったのと、チャイナ服っぽいよね。私ピンクがすごく好きなので買いました。スニーカーってさ、足があまり漏れないじゃない？厚底じゃないから。だから、なんかメルカリでね、こういうのを買って、中にシークレットなんちゃらみたいな感じで、はい。ちょっと足が長く見えるよっていう感じでやりました。で、最後、高森。これも涼介、涼介。ちょっとね、擦れてこんな感じになっちゃったんですけど、あまり履いてないのになんでこんな汚くなっちゃったんだろう。悲しい。1年前と本当に変わらないんですけれども、ガガちゃんの雑誌のページをね、切って、画鋲で留めたやつ。これはハガキですね。Yes! で、これはマドンナの CD についてきたマドンナのポスターだったりとか、ケイティ・ペリーのポスターとか。で、この黙々のやつは100均ダイソーで買いました。ハロウィンシーズンの時にね。で、こういう可愛いやつもあります。ニコちゃんお気に入り。白雪姫。パスケース?小銭入れ?で、これはガチャガチャで手に入れたやつ。なんかゲームのコントローラーの小銭入れみたいなやつです。で、ここには私のお気に入りのお洋服たちがずらっとかけてあります。これは夏の時は、キャミソールワンピー?キャミワンピーとか、まあ、とにかく夏服をここにずらっとかけるんですけれども、今は秋冬のものをかけてるつもりです。パーカーとかトレーナーとかアウターとか、ワンピースもベロア素材とか、そんな感じです。で、本当にプチプラが多くて、これはフォーエバーだし、これはちょっと高かったな。これもフォーエバー。あ、これ違うわ。わかんない。これもフォーエバー。すごくない?これちょっと高かった。これはラルフローレンだからちょっと高かった。これもフォーエバー。これはわからん。これね、マイケルのやつ。これ高校生の時に買ったトレーナーなんですけれども。すごく可愛いの。お気に入り。で、これは、おすずちゃんと惑星ループを踊った時に着たやつ。で、これは GU かな。と、これも古着。ユニクロで最近買ったやつ。この色、可愛いよね。秋っぽくて。で、これは、ライオンキングのトレーナーです。これもフォーエバーです。ま、こんな感じでトレーナーとかがいろいろあります。これはね、フォーエバー21で去年買ったやつなんですけれども、ニット、ニンテンドーのね、ニットなの。で、ここら辺はアウターになるんですけど、このジャケット、すごい、私ブランド物とか全然興味ないんだけど、すごい安くなってて、確か8万とか7万のやつが1万ぐらいになってて、これは買ったっていうか買ってもらったの。ということで、ここが秋服、冬服ゾーンです。私のお気に入りのものばかりです。1年前と多分あんまり変わってないと思う。ピンポン!おばあちゃん帰ってきた。そう、ご覧の通り私のお部屋はね、物がすごく多くて、至る所にこういうね、袋がね、あって、そこに収納してるっていうか、詰め込んでる。で、このジャスミンのバッグ、ショップバッグじゃねえや、まあビニールバッグには、私の商売道具と言っても過言ではない、こういうウィッグだったりとか、地味なやつもあるし、これはフォーエバーで買ったやつですね。フォーエバーは本当にいろんなものがあったよね。カツラまで売ってた時は本当にびっくりした。
で、これはメルカリで買ったんですけれども、このお店がね、本当にウィッグ安くて、まあ、個性的なものが多いんですけれども、300円とか400円でね、ワンコインで買えたりしちゃうので、本当にお気に入りのお店があるんです。これもね、333円とかだった。これも333円とか400円くらいだった。これも300円とかだった。で、これもフォーエバーで買いました。これはなんか地味なやつで、なんかブロンドのやつですね。これはちょっと断層の時に被るやつ。こういうのとか、これめっちゃお気に入り。アマゾンで買ったやつかな。これもアマゾンで買ったやつ。あまり被ってないけど。これはフォーエバーで買ったやつですね。ウィッグもね、結構持ってるんですよ。やっぱりいろんなものになりきるのが私はすごく楽しくて大好き。はい、ウィッグでした。で、これは、ぬいぐるみとかおもちゃが入ってます。私、精神年齢がクソほど低いので、これとかはビーストのやつとか、これはディズニーオンアイスで大昔に買ったやつ。で、アビンちゃん!アビンちゃんからの、アビンちゃんああ。プードルのバッグっていうか、ぬいぐるみっていうかバッグとか、ミッキーとか、チープのコップ、アブーのコップとか、いろいろ入っております。トゥ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 。このテレサは最近 UFO キャッチャーで撮りました。2000円ぐらいかかったけど。ぬいぐるみ。ここのベッドでは私いつも寝てないので、ぬいぐるみ置き場になってます。ティンカーベルとか、ウィンガーディアムレビオーサー。これはね、3年とか4年ぐらい前にガチャガチャでゲットしたやつ。イヤーハット、ピザハット。このイヤーハットは光ります。何回も紹介してるけど、見えますか、見えますか。お色は3番です。なんか物が多すぎて一生部屋紹介終わんないな。ここにはカップケーキのクッションがあります。ここにはティンカーベルのクッションがあります。あとはアリエルのクッションもあります。あとはこれは友達にお誕生日プレゼントでいただいたやつ、うんちのお菓子。ほんとぬいぐるみが大好きなの私。こういうぬいぐるみが大好きな女子どうですか。やだよね絶対。これはピカチュウの被り物です。ケアベアの被り物です。で、ちなみに私はカーテンね、夜も閉めない派なの。めんどくさいから。はい、